はい、それではね、今回は演習問題11番のね、解答解説をしていきます。ね、これでね、この分野別攻略1のね、一番最後の演習問題ですからね、まあ、皆さん気合い入れていきましょう。ね、まず、第1番。第1番の問題は、これらの実験結果から判断して、ガムシの幼虫、は、左巻きの貝よりも右巻きの貝を襲う傾向が強いと言えるか。その理由を、その理由とともに枠内に記せとですね。はい。いや、仮に、ね、ここの問題文に書いてあるとおりね、左巻きの貝よりも右巻きの貝を襲う傾向が強いとします。ね。それやったら、ね、どういうことがね、予想されるかなって言ったらね、左巻きよりもね、右巻きの方がね、いっぱいね、襲われてるはずですからね。左巻きの方がね、左巻きよりも右巻きの方が襲う傾向が強いって書いてあるからね。結果としてはね、左巻きの方がね、右巻きよりもね、襲われてるっていうね、結果が得られていれば、ね、問題はないはずです。で、その結果がね、まあ、表にね、端的にね、表されてるから、それね、ちょっと見てみましょう。まず、表1のね、上の段、実験1の結果の方を見てみると、まあ、襲われて食われてしまった。まあ、これを、殻が壊れて食われてしまった貝の数って書いてありますね。まあ、これは要は襲われたわけですよね。で、それを右側のところの枠。殻が壊れずに壊れなかったが、殻に傷が残った貝の数。ね、これ、襲われてますね。ということですから、両方ともこの二つ、右側のね、二つの枠、二つ足したらね、襲われた数っていうのがね、出てくるはずです。で、右巻きの方がね、64とね、6足して70。合計70ね、襲われてると。で、左巻きの方は36と34足して70。ね、襲われた数はね、左巻きも右巻きも一緒になってます。ですね。で、さらに、実験に見てみたらね、これ殻をね、壊して中身だけね、こう置いて掘り込んだやつですね。食われた数って書いてありますね。これがね、まあ、襲われた結果になるわけですから、それね、数見てみたら72でね、右巻きも左巻きも一緒になってます。ね。ってことでね、襲われるっていうね、部分に関してはね、どっちをね、選択して、ね、どっちかをね、より好んでね、襲ってるっていうのはね、ないっていうことがね、結果からわかるはずです。ですから、これね、聞かれてるね、ここで書いてるね、問題文にね、左巻きの貝よりも、右巻きの貝を襲う傾向が強いと言えるかって言われると、言える。で、その理由はね、今ね、述べてきた通りのことをね、まあ、文章として、簡潔にまとめれば OK ということです。ね。ということで、解答を書いてみましょう。実験1より、右巻きの貝も、左巻きの貝も、同数襲われており。襲われるっていう感じが書けないと、よくよく。本当にあれなんですよね。あれ、これ参考やな。ね、漢字苦手だと、漢字苦手でひらがなでね、字数制限とかされてる時に書いてしまうと、字数が実はオーバーしたりとかして、もう大変なことがあるんで、皆さんね、漢字ね、しっかりね、生物だけど、漢字ね、出てきたやつはね、できるだけ覚えるようにしましょう。ね。で、襲われており、実験2の結果より、実験により、右巻きの貝、左巻きの貝を、好み、して、食べては、いないので、食べてはいないので、左巻きの貝よりも右巻きの貝を襲う傾向が強いとは言えないっていう回答になっています、ね。まあ、表とかね、実験結果はね、ちゃんと読んで、実験結果とね、問題文ね、ちゃんと読んでね、したら、まずね、起きるような問題です。ね、じゃあ次、問いに行きましょう。問いに。問2は、これらの実験結果から判断して、まあ、実験1、実験2の結果から判断してということですね。下線 A の仮説は正しいと言えるか、その理由とともに枠内に記せね。はい。下線 A、どんな内容かなって読んでみると、下線 A は、左巻きよりも右巻きの貝を、捕食するのに、有利な形なのではないか。
有利な形なのではないかということですから、仮説としてはね、このね、ガムシのね、顎の形はね、左巻きより右巻きの貝を捕食するのに有利だっていう仮説ですね。はい。ということは、ね、その仮説が正しいならば、ね、左巻きの貝よりもね、右巻きの方がね、たくさん食べられてるはずです。で、表のね、表の位置、まだ見てみたらね、左巻きと右巻き、どっちの方がいっぱい食べられてますかって言ったらね、表の位置のね、実験位置の結果見てみたらね、右巻きの方が64、左巻きの方が36、ね、食べられてるってことになってますからね、右巻きの方がね、いっぱい食べられてるってことですよね。ということで、左巻きよりね、右巻きの方がね、たくさん食べられてる。ね。ということで、まあこれも、この仮説はね、この問いに書いてあるね、問いっていうか、下線 A ですね、下線の仮説は正しい。で、その理由はね、今言った表のね、表の通りだということですね。表でね、右巻きの方がいっぱい食べられてるってことを書いて、っていうね、結果を示しちゃったから。ね、それによってね、仮説 A は正しいっていうふうにね、裏付けられるということですね。はい。ということで、問いの回答を書いてみると、実験により、実験に、そうですね、対象実験の話もしてたんですね。はい、ちょっと待ってくださいね。対象実験の話もしております。ね、実験2の方はね、両方とも貝を、殻をね、外すっていう作業してますね。要は中身だけです。中身だけね、ぴょんぴょんぴょんってね、ほったらかしにされたわけですね。ポイッとね、ポチャッと折り込まれたということで、そのね、殻のね、形によってね、右巻き、左巻き、どっちをね、食べるのに有利だっていうことをね、示すために、殻がね、あれついてる場合と、殻がついてない場合のね、両方を実験する、ね、対象実験を行ったってことです。ね、それについてもね、一応、書いておきましょう。ね、多分これね、枠をね、見たときに、枠の範囲がね、多分枠の大きさがね、ちょっとまだ余裕があったから、あまりにも余裕があったというか、あまりにも余裕がありすぎたから、彼回答に多分書き、足したんですね、僕ね。はい。これね、作ってからね、授業を取るまでにね、大体ね、4ヶ月ぐらい経ってしまってるんでね、回答作った時のね、気持ちとかね、そんなのがね、若干ね、僕の中で薄れてるっていうことがあってね、なんで回答書いたかっていうのね、こんな回答書いたかって覚えてない時があるんでね、それをね、ちょっと授業中にね、頑張って思い出しながら授業してるんで、申し訳ないですが、そんなこと、ね、そんな今みたいにね、ちょっと前後したりすることがね、これからもあるかもしれないです。実験により、この話をね、してたらね、さっきまで何の話したかね、忘れたりすると思うのでね、早速言いましょう。ね、殻が、実験により殻がない、場合は、右巻きの貝よりも左巻きの貝も、食われる数に差は見られない。差は見られない。両方とも72でしたね。72だったか本当だ。72だね。72食われてますよね。見られない。差は見られない。が、実験位置より殻がある場合。殻がある場合、左巻きの貝よりも、右巻きの貝の方が、食われる数が多い。ので、仮説は正しい。と言えると、ね、仮説がね、正しければね、左巻きよりもね、右巻きの方がね、たくさん食べられてるはずですからね、そういう結果になってたらね、これ正しいということですね。はい、じゃあ次、問い3番です。ね、この問題ね、この演習問題11番ね、東北大学のね、問題の解って書いてますよね、解題って書いてね、本来のね、東北大のね、問題はね、実はね、今回ね、皆さんに配ってるね、テキストの問題の、問い3とね、問い4番がね、実はひっくり返ってるんですね。はい。実はひっくり返ってて、問い4解かないと問い3解けないっていうね、状況になってたので、さすがにね、それをね、皆さんに今いきなりね、ボーンとぶつけるのがね、まずいなとね、ちょっと思いまして、問い4とね、問い3、ひっくり返しました。ね、まあそんなね、裏事情もね、皆さんどうでもいいですね。そういうね、ちょっとね、細かな配慮をしてるんだよっていうね、アピールです。ただのアピールです。ね、もう聞き流してくれて全然いいです。はい。次、そんなことを言ってる場合じゃなくて、問い3番。実験時の結果、ガムシに食われずに生き残った貝のうち、左巻きの貝だけを使って自由交配をさせたところ、それらの子供の 20% が右巻きになった。実験位置の後、生き残った左巻きの貝は、どのような遺伝子型をどのような比で持つか枠内で記せた。
ただし、比は最も小さな、整数比で、示すこと、記すことということですね。はい、まず、左巻きの解だけをね、使って15拍を指したわけだからね。左巻きのね、解のね、親、一番最初のね、親はね、スモーラルスモーラルですね、メソ親ね、メソ親、メソ親ですね、母親。母親のね、遺伝子型スモーラルスモーラルだったからです。で、こいつと、このね、母親と、まあ考えられる他の遺伝子ね、他の遺伝子型のね、オス親、例えばラージアル、ラージアルとか、ね、他にもラージアル、スモーラルとか、他のね、スモーラルのオス親もいるでしょう。ね。ということで、こいつらね、順番に交配してみると、こいつから生まれるラージアル、スモーラルですね。で、ここから生まれるのは2つですね。2パターン。ラージアル、スモーラルとスモーラル、スモーラル。で、ここからスモーラル、スモーラルだけですね。はい。ね、この3、こんな感じの、ね、結果になると、交配したらね。ってことは、ね、生まれて出てくる、ね、遺伝子が、生まれてくるね、子供の遺伝子型って、ラージアル、スモーラルっていうのと、スモーラル、スモーラルってしかないんですよね、実はね。この2つしかない。ね、実はね、左巻きのね、簡易のね、遺伝子型、ね、左母親の、ね、下遺伝によってね、下遺伝、ね、母親の遺伝子型によって表現型が決まる。母親はこっちですからね、こっちが。今右側に書いてるのが母親。ね、こいつら全員、だから左巻きになってる。スモーラルスモーラルですからね、左巻きになってる。ってことで、左巻きのね、母体の、遺伝子型はね、子供の、ね、遺伝子型は全てね、ラージアルスモーラル、ラージアルスモーラルか、スモーラルスモーラルになっているというふうになるわけです。ね、で、ジオプリントね、次のページにめくってみてもらうと、ね、オス親とね、メス親、今回ね、自由交配ですから、ね、こんなね、左巻きの集団、ラージアルスモーラルっていうのでね、スモーラルスモーラルで構成されたような、ね、集団ですから、オス親の方はね、ラージアルスモーラルっていうのと、スモーラルスモーラルいますね。で、母親の方もラージアルスモーラルっていうのと、スモーラルスモーラルっていうのいますよね。で、これね、まだここでね、地帯遺伝の時だけね、サクッと楽にできる、ね、方法がありまして、ね、これね、皆さん伝授します。ね、はい、こいつ、あ、これ、間違えた。こっち四角しちゃう。こっち四角くっちゃう。こっち四角くっちゃう。こっち。こっちこっち。ね、母親の遺伝子型で決まるわけだから。このね、母親と交配したね、子供のね、表現型は、ね、子供の表現型はね、全部ね、右巻きになるんですよね。右巻き。ね、全部右巻きになるはず。で、一方、こっちの遺伝子型のね、母親と交配したらね、生まれてくる子供はね、絶対に左巻きになるはずです。ね、ですよね。ってことですから、ね、どんなね、父親と交配しようかね、母親の遺伝子だけでね、子供の表現型決まっちゃうわけです。なんでね、例えば、このラージアルスモーラルとね、ラージアルスモーラル、父親がね、ラージアルスモーラルで、母親がラージアルスモーラルやったら、もう全部この右巻き。で、父親がね、スモーラルスモーラルで、母親がラージアルスモーラルやったら、全部右巻き。うん。で、さらに、母親がね、スモーラルスモーラルやってね、父親がラージアルスモーラルやったとしたら、交配したら、全部左巻き。父親がね、スモーラルスモーラルで、母親がね、スモーラルスモーラルやったら、こいつら交配したら全部左巻き。ということになる。ということですね。というふうになる。ということが分かるわけですね。で、今回ね、この交配をね、行った結果、右巻きの方が 20% ってなってますね。20%。ってことはこっちは 80% です。ってことは何対何本で出てくるかなって言ったら1対4ですよね。1対4。1対4で出てくるということですね。ってことは、このね、表現型、ね、子供の表現型はね、全部母親に由来すると。母親によって決まると。で、いうことは、こいつ、この、こことね、ここの日、ラージアルスモーラルとスモーラルスモーラルの日は、1対4だった。ってことです。ね。で、集団内でね、オスもメスもね、同じ日でいてくれないと、いるのがね、まあ、前提としてありますから。ね、このラージアルスモーラルあるのね、日。ね、求めるね、集団内の遺伝子型とその頻度はね、ラージアルスモーラル対スモーラルスモーラルが1対4っていう答えになるわけです、ね。はい、これはね、出たら、ね、問4解けますからね、問4ね、解けなかった人、ね、一回ね、ここまでね、確認してからね、問4チャレンジしてみてください。
ね、何回も何回も噛んで申し訳ないですけどね、チャレンジしてくださいね。はい、投票までね。ではね、次のね、後半部、演習問題11番のね、後半部へ行きましょう。